ゾゾチャンネル。はい、ということで、今日はですね、よく質問でもあります。ダブって何ですか？これもうほんまにね、もうそろそろズンズンチャンネルもね、3年ぐらいなんですけどね、もう月に1回ぐらいあるんですよ。で、前にもね、この質問答えたと思うんですけど、ダブとはみたいなね。で、まあ、改めて、ちょっともう一回、ダブって何なの？レゲエのね、DJ さんとかサウンドの人とか、ダブダブ、俺らのダブダブとかよく聞くと思うんですけど、まあ何なのと、いうことで、まあそれをちょっとこう軽く、ちょっと砕いて説明したいんですけども、まあ俺らが言う、まあ、ダブっていうのは、まあ言う、まあ簡単に、超簡単に言うたら、まあ替え歌的なことなんですけども、まあそんなね、替え歌、そんな安っぽいものでもないんですけど、まあ替え歌っちゃ替え歌やねんけど、まあそもそもこう70年代からこうダブっていうのは、ダブ文化っていうのがあって、まあいわゆるダブワイズとかね、例えば何やろ、その原曲の、まあ、オリジナルバージョンっていうのがあるやん。オリジナルの曲ね。それの、まあ、例えばやけど、レッドスパイダー緊急事態って曲があるやん。それの、レッドスパイダー緊急事態ダブバージョンみたいなのがあって、でダブバージョンって何やって言ったら、こう、ディレイってわかる？これ見てる人わかるかな？こう、ディレイって、あわわわわわわわみたいなやつ。こう、ディレイをめちゃくちゃ飛ばしたり、リバーブで、わーみたいな。エフェクトですね。エフェクト効果。だから、その、ハット。ハットってわかるかな？ドラムのさ、チッ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 ってやつあれやん。あれだけ今日こうなんかディレイブワーかけて、ブワー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 みたいなやつ。まぁ、ちょっとマニアックなんでね、最近、まぁダブバージョンとかあんまりそういうの、まぁ、あるっちゃあるねんけど、ヨーロッパとかの方がまぁちょっと強いかな。日本ではあんまりそういうのないねんけど、まぁその、まぁ延長でダブステップとかもあるわけですよ。そのまあ元々はジャマイカで生まれたものなんですけど、そこからこう言ったら元はそのリリースするためにそういうダブ処理みたいなことをしてたんですけども、それの今度は声をこう例えば何やろう、何々レコード屋さんみたいな、そのさ普通にし何ちゅうレコード売るだけじゃ売れにくいっていうのもあって、そのまあ録音してる声をまあお店の名前入りを売ってたりしてて、だから例えばカエルがレコード屋さんとするやん、はい、カエルでレコード買った方がええでみたいなのをその原曲にちょっとアレンジしたものをかけて、それがこうダブの始まりって言われてたりするんだけど、でまあレコード屋さんも昔はもう70年代の頃はもう自分の店の前にこうサウンドシステムを置いて、でも掛け売りですよ、かけてはいみたいな、はい欲しいみたいなことですよ、もう実演販売みたいな、そうそう実演販売みたいな、でそれでこうあそこの店のサウンドシステムええ音なってるようだみたいなんで、こうサウンドシステム文化っていうのもこうどんどん進化していって、でダブ文化っていうのもそれと一緒に進化していくんねんけど、まあその初めはレコード屋さんがそういうオリジナル曲を売ってやっててんけども、まあ言ったらレコード売ってないけど、そういう DJ 夜のさそのイベントで DJ するやつらも出てくるわけやん。そこでまあオリジナルのものが欲しいみたいなんで、こうダブプレートっていうのがあって、まあ、ダブプレートっていうのはまあいわゆる、まあ、こういうのでまあこうオリジナルのレコードなんですけど、これもアセテート版っつって、まあこれレコードでこういうターンテーブルとかで音楽かかんねんけど、まあこれに彫りながら撮っていくねん。わかる？そのオリジナルのレコードとかは、そういうスタンパーっていう、言うたらマスターの、その型押しみたいなを作って、それを、そういうレコードのやつに焼いていくねんけどさ、焼いていくっていうか、プレスしていくねんけど、これはもう、録音しながら、だから歌いながらこう彫っていくねん。だからもう絶対ミスできへんっていう。ので、まあこれがダブプレート。これがだから、まあいわゆる俺らが言ってるダブの始まりです。昔は直切りやってんけど、失敗するやつもおるやん。もう常に一発撮りやからね。まあ下手なやつは失敗するわけや。ほんとはその分これ、言うてもこれ1枚5000円、4、5000円すんねんな。でまあジャマイカで言うとまあまあ高いやん。だから、お前何してんねん、これは失敗しやがってみたいなことになるわけやんか。
だからまあそう失敗せんようにやっぱみんなこうスキルを磨いていかなかっていう。でまあアーティストはそれでスキルも磨きつつ、まあこういう感じでなってってんけど、まあ今やもうこういうダブプレートっていうのはまあ着るとこはあんねんけど、まあないわけですよ。そういうオリジナルの、なんていうの、こういうレコードね。これ言ったら世界で1枚しかないわけやんか。そう、だから、まあ、こういうレコードプレイしてる人もおるけど、やっぱ少ないやん。大体もうパソコンとかでなってるから、まあ、こういうプレートがなくなってきて、こう、ここから CD に変わり、まあ今やもうパソコン、データでやり取りするようになってから、もうダブプレートみたいな呼び方はせえへんねんけど、まあダブってね、あのサウンドマンたち、まあ俺ら、いわゆる DJ 的な人たちは、まあダブっていうね。ダブってさ、変な話、お金出したら取れるわけやん。その、まあ、ダブを理解してないアーティストはそもそも取ってくれへんと思うけど、ダブ文化っていうのを理解してる人は、まあ、レゲエのアーティストは特に、ダブ取ってくださいって言ったら、まあ、いくらですみたいなやり取りがあって、まあ、取るねん。で、まあ、それで、なんかこう、その前からレッドスパイダーだけしかないダブとかさ、まあ、それこそ、リスキーダイスしかないのとか、マイティクラウしかないとか、そういうのがあるわけですよ。で、その中でも、こう、ダブって真似できるわけやん。まあ、例えば、チェホンに、インパクトのダブ取ってください、つって。で、チェホンも言えよ、つって。で、まあ、インパクトの、こう、インストもあるわけやん。そのまま、名前を入れてもらうみたいな。だから、オリジナルのインストに、まあ、チェホンがちょっと名前を変えて、載せるみたいな。あ、はい。わかる？ちょっと変形してんねん。でも、インストは一緒みたいな。で、そういうのってさ、まあ、チェホンがインスト持ってるわけやからさ、チェホンに頼めばそうやってと何個も取れるわけや。名前だけはちゃうけど。でも、あのダブ誰かのパクリやなとか、そういう見方にもまた今度なっていくわけよ。だから、そのサウンドマンとかはより一層オリジナリティを求めて、このリズムでは取ってないやろな、みたいな、取り方をしていくわけよ。まあ、歌ってる歌詞は一緒やねんけど、インストが違うみたいな。多分聞いたことあると思うけど、まあそういうのが起きていくの。でもそれってさ、結構まあ市販のレコードの裏が大体レゲエってリズムやから、そのリズムをこう出回ってるやつとか、こう水、あのいろんな人たちが探してきて、まあ売ってるものなんですよ、基本。だから、まあその被りが出てくるわけや。どんどんこうみんなオリジナルを目指していくわけよ。サウンドマンとかは。で、もう最終的にはもう自分で作った、リズムに乗せたらもっとオリジナルなわけや。もうそれは解放せえへんわけやから。みたいなんで、こうまあそれはダブはダブでこう、いろいろまあそこの、なんやろ、競争とかもあんねん。だからあのサウンドのダブいいなとか。まあそういう聞き方もまあちょっと面白い。例えば、ジュニアがかけるインパクトのダブめっちゃええなとか。まあそういう聞き方もしてもらったらおもろいかなと思う。で、まあちょっとそれでもわからんって人のために今日はちょっと聞き比べ。それこそ、チェホンの、もうこれもみんな知ってると思うけど、インパクト。ここ今流れてます。まあこれね。まあこれを、レッドスパイダーダブになると、まあどういう風になってるかっていうのをちょっと聞きたいと思います。イントロを割愛して、歌のアラデマセバンクルー What You Wanna Do っていうとこからいきますので、まあちょっと聞いていきましょうか。アラデマセバンクルー What You Wanna Do Understand Me No Like Babylon Boom このシーズン Don't Stop Launching So Look You So Everything Good アラデマセバンクルー What You Wanna Do Understand Me No Like Babylon Boom このシーズン Don't Stop Launching So Look You So Everything Good。 はい、まあここは変わってるの言ったらバビロンブーンとバティボーイブーンぐらいかな。はい。で、まあ、聞いてわかると思うけども、リズムが全く違うかったと思うんですけども、まあ、こういうことですよ。で、レッドスパイダーのダブは特に俺も自分でリズム作り直すから、あからさまに違うっていうのはわかると思うんだけど、まあ、そういうのも聞いて、で、歌詞はこう変わってんねやとか、で、俺は基本でそんなにね、これ大爆走シリーズっていうやつに入ってるやつなんですけど、大爆走に入れてるやつはそんな歌詞を変えへんようにしてんね。なるべく。ちょっとずつは変わってるので、まあそこ聞いてもらいつつ。じゃあ次、行きます。ワクワクライダー、挨拶代わりだ。知らぬ間に脳みそ祝いだ。音で繋いだ、音のドライバー。ナビゲーターはレッドスパイダー。
がね、あの、ない歌詞なんですよ。ほんまは、あの、歌詞で言うとね、また始まる、これ味がある、そこに愛があるから神がかる、鳴りやまぬから足からず、勝ち上がるたびに勝ち上がる。いやね、けどもう俺のはもう全然違うかったみたいな。で、ここからね、いきます。頭からつま先までの衝撃の稲妻、俺たちの耳をくすぐる音のいたずら。頭からつま先までの衝撃の稲妻、はい、俺たちの耳をくすぐる大爆笑いたずら。緑に実った禁断の果実の味覚が、はあ、うまければうまいほど加速して止まらずに進む。みたいな感じで次のパート、次のパートはですね、ここか。はい、もうここもだいぶ変わってきたっていう、まあ、こういう感じですよ。だからみんな知ってる歌詞をちょっとずつちゃうやんみたいなことです。でまあ今度続きね、関門ばかりのダンジョンみたいな、関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、爆音のインパクト。バチボーイばかりのダンジョンの中でプスロー殺せば完了、折れない心を持つのがジュニア、ウエスパイダーインパクト。はい、はい、ここもまあごそっと変わってきたみたいな。いけます、ついてこれてます。なんかこのアーティストが言わなさそうなこともダブなら、そうやね。まあこれ言ってもね、12年以上ぐらい前やから撮ったん。今やったらこんな感じで撮れへんと思うけど、当時のバイブスで言うとね、はい、ほんでまあ、続きですよ。聞いたらわかる、いきなりハマる、お金かかる分気持ちも上がる、たまに笑かす、下手すれ泣かす、中身がないのは役立たず。聞いたらわかる、いきなりハメる、言葉わかる分リリック変える、たまに笑かす、下手すれ泣かす、中身がないのは役立たず。はい、まあ、ここも全然ちゃいますよね。はい、で続きいきます。普通じゃ感じるものがある、何が普通か逆にわかる、眠ってたものを呼び覚ます、人生変える使命果たす。普通じゃ感じるものがある、誰が普通かすぐにわからず、眠たい奴らの目を覚ます、スパイダー爆走の時が来る。はい、みたいな感じで、まあちょっとずつこう、例えば C メロがここに来るとかさ、その場所も変わってくるで、ダブって。あの、まあ、そこはだから、オリジナルとはやっぱちゃう良さっていうか、レッドスパイダーしかかけられへんみたいなね。あの、そういう感じですよ。だから、そういう聞き方をしてもらうと、またダブの、良さとか、面白さが分かってくるんじゃないでしょうか。っていう回ですけど、どうですか？分かった？なんかこう、改めて聞き比べて聞くと、うん、骨組みっていうか、あ、ここ一緒の乗り方してるとか、うんうん、一緒の歌詞をベースに言葉が変わってたり、ね、だからまあ曲によったらもうごそっとちゃうのもあんで、全くちゃうやんみたいな、これもう一曲別の曲やんとかそういうのもあんねんけど、まあそこはどこまで変えるかとかさ、やっぱそのオリジナルの要素の残した方が俺ダブっぽいなとか思ったりするから、まあそこはもうあのサウンドマンにも、だからそれはちゃうねん、それぞれちゃうねん。で、まあ、これ結構一般の人とかも撮ってるアーティストとかもね、結婚式バージョンとかね。例えば、だから、何やろ、インパクト結婚式バージョン撮る人がおるか分からんけど、なんかあるやんか、そういう結婚式のさ、歌とか、そういうのとかで、まあ、名前入りバージョンを、結婚式の当日かけてもらうとかさ、なんかそういうプレゼントとかもあるよね。誕生日プレゼントとかのやつとか。なんかまあそういう、だから一般の人に撮ってる人もおったりするし、昔は一般の人が撮るってことはあんまなかったんけど、なんかそういうのもなってて、面白いけどな。はい。っていう感じで、今日はもうダブの分かりやすくできたんかわからないですけども、解説というか、こうちゃうよみたいな回でした。ということで今日はこんな感じで、ありがとうございました。